まあ相手のメキシカは成田が入ってるって言ってもやっぱりトップクラスだ。そこにウィーナーがどう絡んでいくか、どう食いついていくか、俺はそれを見たい。多分メキシカの2人も、メキシカの2人も成田がどう俺たちに食いついたか見たいな。そういうとこも見たい。またそういう選手であってほしいってそう思ってるよ、うん、そういう意味では海野は今日負けたけど問題なく合格点渡せるし、成田は成田でタイガーのアルガム王国からっても必ず前を向いて顔を上げて向かってきたし、やっぱすげえわ。手前味噌になるけど新日のレスラー若手はすげえ、うん、そのすごい奴らに負けないようにおじさんたちも頑張る。